ゲイリー・ジョージ・ペティスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡、オークランド出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトリョーだ。現在は、MLB のヒューストン・アストロズで三塁コーチを務める。1979年1月の MLB ドラフト6巡目で、カリフォルニア・エンゼルスから指名され、プロ入り。百八十二年九月十三日の、シカゴ・ホワイトソックス戦で、 メジャーデビュー。1984年より、中堅守のレギュラーとなり、1985年の56、投類を最多として、以降40投類以上5回、投類数リーグ2位を3回記録した。その瞬速は守備でも活かされ、ゴールドグラブ賞を5回受賞している。通算打率、236、103振以上6回と打力には欠けたが、 1986年のリーグチャンピオンシップでは26打数9安打とよく打った。選球眼は優れており、デトロイトタイガース時代の1989年には84、指を選んでいる。オークランドアスレチックス参加のトリプル A 級、タコマタイガースでプレーした1993年を最後に引退した。引退後はエンゼルス、ホワイトソックス、 ニューヨークメッツ、テキサスレンジャーズ、ヒューストンアストロズでコーチを務めている。ありがとうございます。